なんすか？これエモーション。すごいよこのリムも。あ、これ前言ってましたよね。そうですね。J2。ああ、そうですね。攻めたって。これですか？そうですね。何 J ですか？これ 10J ですね。10J の。の、いや、10.5J です。おお。これすごいです。マイナス5。はい。これあの八王子、八幡に行かせたかっていう。八王子のショップのオリジナルグレープ。はい、あ、でかいですねこれ。それ6の4。6の4で、アーム何が言ってんじゃん。アームは渚のコート全部ですか。全部フルで、フロントもイヤも。渚っていくらぐらいですか。総額ですよ。新品で買ったんで、はい、結構いったっすね。全部だとすごいですね。60、はい、フルアームに60ぐらいいったっすね。そうで、フェンダーとかこれもうカットして、フェンダーはあれですね、板金一応ここもうやっちゃって、もう内巻きですもんね、はい、ね、いい字はもうやっちゃって、はい、叩いてはないですか。あ、一応出してますね、少し。それに合わせてセットして、はい、すごいな。うん、まあ、結構補強もされてますか。鉄板が、鉄板で、はい、腹下なんかは、なんか腹下は、フロントはメンバー上げで、はい、ギアもメンバー上げして、エンジンは大丈夫ですか。エンジン上げももうやってるんですか。一瞬上げまして、燃料タンクも進みました。今のところ大丈夫です。今のところ大丈夫で、車庫長。車庫長です。やべ、逃げ場がないですね。どこもすげえな。車庫長何入れてるんですか。何キロの、フロントが32キロのリア20キロ。後期のアスリート、アスリートですと2リッターのターボ。これ買った時はノーマルだった。ノーマルで買いました。だってベースが高いでしょ、これね。結構そうですね。320くらいだね。これなんか違うところはあるの？どうなんだろう。この辺りは？ここもそうですね。これオプションですか？特別使用者の。え、なんていうの？ね、そうなんですか？ J フロンティアとか？何？特別使用者って何？特別使用者限定の色なんですか？内装なんですよね。多分あんまりこの色は いないと思うんですよ、ね。後期だけですか？多分ないと思うんだ。あれ、こっちも赤なんじゃないですか？そうなんですよね。あ、これ珍しいですね。結構気に入ってるんですよね。そういうの特別使用者じゃないやつはここに全部黒だから。あ、そう、黒とか白で。あ、このシートも違うんじゃないですか？多分そうですね。ステッチとか。買った時に新品にしてあるって聞いて。あ、そうなんだ。これいいですね。あ、全部ステッチ入ってんだ。シート付けシートが新品だったんで、すげえ綺麗。走行まだ？走行は買った時18,000、今30,000。ちょっとやばいっすね。まだ全然。だも綺麗なわけですよね。だいぶ。これの後ろとかって装備あるんですか？あのなんかリクライニングとかそういうの？ああ、そういうのないです、ね。それなしの、はい、アスリートはないんだ。ないですね。あ、移設ですか？あ、そうです。はい、じゃあ何、イベントとか出てるんですか。イベントは最近はそんなには行ってないですか。はい、行ってないです。年単位施設だ、はい、純正トランクで。あ、じゃあこっから入れてるわけです。あ、そうですね。マフラーは何入れてる。これはエイムゲインですよ。フルストレートです。まあ、なんか一八マジェスタ用のやつなんですけど、それを加工して、いや、もう普通につけました。あ、え、そうなんですか。はい、ここもどうかなと思って穴意外とちょうどよくて入ったんですよ。これも純正ですね、もともと。びっくりですね、それ。あったんすよね。若干ね、溶接してもらって、右がさ、こっち開いてる。あとはなんかカスタムは、こっちエアロとかそういうのは。はもう純正ですね。そのまま。はい、純正です。買った時からもちろんね。すげえ。
Thank you.